Thank you very much。あのいつも聞いてね。I'm gonna do one song. This is the last Beatles song.、去年11月3日に出した。ジョン・レノン亡くなって、ジョージ・ハリソン亡くなったけど、残りのもの全部合わせて、ポール・マッカートニーとリンゴが一緒にやって、この曲を作った、で出した。で結構あの、いきなり有名になった、これは。Beatles の Beatles.com のインターネットサイトで、あの、アメリカで、でなんか30分以内で2000万人聞いたっていう話。新しい YouTube レコードだったり。This song is called Now and Then。Now and Then。なんかちょっと昔のことを思い出してるような意味で、Beatles 今出したのは60年代のことに。Goes like this。Thank you.